朝ごはん食べよ。はい、ジャン君、おはよう。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 はい。すぐブラシね。今日はですね、昨日の夜急遽、先日一緒にですねライブで、お会いした、方とですねちょっと打ち合わせをしませんかということで8月8日に、その人たちがやっている、戦う親父の会だったかなというような、まあギターを弾きながら、弾き語りをするライブをやる人たちですねに、参加しましょうよということで、あ、ぜひぜひっていう風になりました。で、昨日の今日ですけれども、バスで 4,50 分のところに、打ち合わせに行ってきます。まあまあ遠いんですけど頑張ります。はい、パンちゃんもおはよう。おはよう。パンちゃん、パンちゃんも出ました。じゃあこっちにしとくか。これだと逃げないからね。ポンちゃん本当にすごいね、この猫キモちゃん。猫キモブラシすごい。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、気持ちいいな。あ、でもポンちゃんは途中で締めたり。でも気持ちいい現れだけどね。お水かご飯か、お水か違うのか。まだちょっと寝ぼけてんのかもよ。はい、お水いきました。はい、うん、次はジャン君です。ジャン君、いいね。ジャン君、あ、おばちゃん、たじゃん。はい、お昼ちょっと前に2人で出かけて、夕方までちょっとお留守番お願いしますね。だってね、ジャン君、だってね、今までやってなかった人たちの仲間にね入れてくれるそうなんですよ。で、今日は音楽の曲を決める打ち合わせに行ってきます。初めての人と、まあデュエットっていうか、なんていうの、ユニットかっこいいユニットを組むことになりそうなので、2人でできる曲をすり合わせるという、まあそうね、全然お互いのことが分かってないので今日はその打ち合わせです。年代はほぼ一緒なので、近いところはあるかと思います。朝ごはん食べよ。できますよ。
ジャン君ただいま。帰りました。あー疲れちゃった。結構歌う練習になってきました。たくさん歌って曲を決めてきたんでございます。8月8日なんだっけ、戦う親父の何回みたいなところの人たちと一緒に出ることになりました。よろしくね。はい。